ナルファンタジー7インターナショナルノーマルのファイナルファンタジー7との違いは、アメリカ版で追加された要素を逆移植したもの、イベントムービーや新規マテリアなどが追加されています。システムも修正されていて、遊びやすくなっています。今作からは 3D ポリゴンを活かした作品となり、イメージが一気に変わりました。本作はファイナルファンタジーシリーズの中でも、熱狂的なファンが多いことでも知られ、海外でも人気作品である。実は PS3 が発売された時に、リメイクされるのではと、噂がありましたが、リメイクには至らず PS4 での発売でした。ファイナルファンタジーシリーズはプラットフォームが変わるごとに目覚ましい進化をしてきた。ポリゴンはややカクついてはいるが、当時としては最高水準だったと思います。背景もとことん書き込まれていて、かなりの出来だったことは間違いないですね。ストーリーは複雑で、1回のプレイでは理解できない人もいるぐらい奥が深いです。ミニゲームも充実していて、ストーリーよりもミニゲームにはまってしまい、ゲームが進まなくなった人も多いと思います。レガイア伝説。格闘ゲームでコンボを決めているかのような気分になれる RPG。世界を脅かす霧を晴らすために、主人公たち3人は冒険に出るという物語です。このゲームの最も特徴的なのは、戦闘システムでしょう。格闘ゲームをしているかのような、テンポのいい打撃をお見舞いできます。敵への攻撃時には、十字キーの4方向を順番に指定すると、対応した攻撃が順番に出ます。この順番の特定の組み合わせにすることで、アーツと呼ばれる追加攻撃が出ます。このアーツのほとんどが、ゲーム内にヒントがありません。なんとなく入力した順序で、突然ひらめくアーツはかなり興奮します。奥義書で覚えるハイパーアーツや、複数の通常アーツを組み合わせ、発動させるスーパーアーツ。さらには各キャラに1種類だけ存在する。ミラクルアーツもあります。コマンドは長くコストもかなり大きいですが、発動させれば絶大なダメージが出ます。自力でコマンド入力していく。超級武人破山のようで、爽快感はかなり高いです。余裕だぜ。ゼノギアス。プレステ1の名作 RPG として、今もファンの間で語られるシリーズです。グラフィック、バトルシステム、ストーリー、そして音楽や、スクエア発の声優起用等、非常に高品質にまとめられた作品です。キャッチコピーは、聖剣伝説が出ない理由、ファイナルファンタジーとは異なる可能性、そして、ゼノギアス、となっていて、黒のトリガーのスタッフも多く関わっている。様々な名作 RPG の DNA を受け継ぐ、意欲作となっています。惜しいのは、開発期間の関係か、終盤はほぼ、文字を読むだけの、ノベル形式となってしまったことでしょうか。そのため、完全版でのリメイクが、今も期待されています。ダメです、効果ありません。オメガ1、なおも進行中。を進行するつもりか。機械室、非常制動プラグを強制注入しろ。機械室、機械。以降のオペレーションは民間人及び全乗組員の脱出シャトルへの避難を優先する。退避完了次第順次発進。これより本艦を放棄する。君たちの退去したまえ。再艦命令が本艦は放棄。全領域が速やかに。ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。同名のファミコンの名作 RPG の移植版です。天空シリーズの第1弾という位置づけですが、これは発売前からではなく、後に位置づけされています。勇者を含めた8人のしるべかれし者が、第1章から4章までは、それぞれのストーリーが展開され、第5章では仲間を導き進んでいきます。本作では、プロローグとして、各キャラの前日ターンが見られるようになったり、ピサロが仲間なり、さらなる黒幕が現れる人し、より物語性を強化する要素が追加されました。また、発売当時の最新作である、ドラゴンクエスト7のインターフェースが採用されていることで、操作性も高まりました。ファミコン版にはなかった。第6章は、容量の都合で削られたとの噂もあるが、本当かどうかは不明です。スターオーシャン、セカンドストーリー。前作のグラフィックは非常に綺麗で、びっくりしたのを覚えています。今作でもその綺麗さは、さらにパワーアップしています。今作では主人公として、クロードとレナの二人が用意されており、最初に選ぶ形となっています。主人公ごとにそれぞれ展開が変わるため、最初に始めた時点で、周回プレイをする意欲が湧いてしまいます。今作では主人公を含めて、12人もの仲間キャラが登場します。この仲間キャラとの間には好感度があり、物語中での会話内容が変化します。エンディングでは仲間キャラとの後日談を見ることができますが、好感度によって後日談はかなり大きく変化します。仲間キャラたちにどんな人生を歩ませるかは、プレイヤーの選択次第となっています。この要素のおかげで、何度周回プレイをしたかわかりません。かなりの時間泥棒です。このゲームは BGM が、とてもかっこいいですね。いかにもファンタジー RPG といった、王道的な曲が多いですが、クオリティが非常に高いと思います。この BGM のおかげなのか、何度もやった周回プレイも、しんどいと思うことはなかったですね。しくね。